おいしいか。あ、そうか。よかった。あきら、今、おじいちゃんが渡した野菜は何だったでしょう？トマト。おじいちゃんの負けだ。負けだ。終わった。ごめんな、あきら。これで15年連続トマトだ。15年間取ってきてトマトだったらもうトマトなんだろうな。来年でアキラも成人することだし、もうトマトなんだな。おじいちゃんの負けだ。ああ、まあいきさつぐらい説明してやるか。アキラ、お前が5歳の頃からだな、おじいちゃんの戦いが始まったんだ。初めて言うけれども、おじいちゃん実はミニトマト農家なんだ。ミニトマト農家としてずっとミニトマトを作ってきた。ただそこにはおじいちゃんなりの疑いと戦いの歴史があった。まあそれも敗北へ至る道でしかないのだが、まあ明らかに分かりやすいように振り返っていこう。第1章プロローグ。おじいちゃんはミニトマト農家として毎日普通にミニトマトを作り、市場に持って行って売っていた。しかしある時、ちょっとだけ大きいミニトマトが取れた。ちょっとだけ大きかった。で、ああ大きいななんて思ったけども、その次の瞬間おじいちゃん疑問に思った。これミニトマトか。ちょっと大きいぞ。これどうなんだ。でもまあミニトマトの苗からできたからミニトマトだ。でもその時同時に気づいたの。ミニトマトってどれだけ立派にできたとしても絶対にミニトマトなの。トマトありきのミニトマトになってしまうの。不憫だなって思ったの。それは良くないんじゃないか。ミニトマトってどんな思いで普段その辺に生えてるんだろう。おじいちゃんが作るミニトマトってトマトに対して、あるいは自分自身に対してどんな感情を持ってるんだろう。おじいちゃんは疑問を抱き始めた。第2章芽生え。そしておじいちゃんはピンときた。そうか、トマトよりも大きいミニトマトを作ればいいんだ。トマトよりも大きいミニトマトがこの世界にあればミニトマトは浮かばれるだろうなって。この時重要なのはトマトよりも大きいミニトマトであること。それがトマトとなってはいけないの。ミニトマトのままトマトを超える、それが重要なの。するとミニトマトは自らのアイデンティティを捨てないままコンプレックスを乗り越えられるから理想的な成長を遂げる。もうなんだったらミニトマトが大きくなってトマトを見た時に、お前ミニミニトマトだなーって思うような、そういう構図を作りたかったの。だからおじいちゃんはいっぱい工夫した。土を変え、肥料を変え、さまざまに工夫した。そしてやっとトマトよりも明らかに大きいミニトマトができたんだ。第3章思いもよらぬ壁。そして完成したミニトマトなのにトマトより大きい立派なミニトマト。ミニトマトのままトマトを超えた。宿命を破り去った神の果実。それを市場に持ってった。大きいミニトマトできましたよ。市場の人間たちは冷たかった。トマトですよね。それトマトですよね。何言ってるんですか。あの時のあいつらの冷たい目、乾いた目、こっちをまるでゴミを見るような目、あの目が忘れられねえ。その時おじいちゃんは市場の人間たちのことを諦めることにした。大人はダメだ。市場の大人たちは常識にがんじがらめになってる。トマトより大きくて赤くて丸いものを見たらトマトとしか思わないんだよ。それが大きいミニトマトである可能性を考えることができない。じゃあダメだ、どうする。そしておじいちゃんは孫であるアキラ、お前が最後の希望だと思ったんだ。第4章そして破滅へ。おじいちゃんはお前が5歳、まだまっさらで何の常識にも縛られてない頃から毎年毎年おじいちゃんの作ったトマトより大きいミニトマトを食べさせ続けた。それ何？今食べたのなんて野菜だと思う？毎年聞いた。お前は毎年トマトって言った。おじいちゃんはその度破れ続けた。どうかお前が成人する前に一度でもミニトマトって言ってくれたらおじいちゃんもミニトマトも戦いに勝てたのに。とうとうその日は訪れなかった。ミニトマトはどれだけ頑張ったとてミニトマトなんだ。トマトを超えた時にはもうトマトになってしまう。ミニトマトのままトマトを超えることはできない。ミニトマトとはもうトマトより小さなものというものでしかない。ミニトマトとは名前じゃないんだ。ミニトマトというのは誇りを持てるようなアイデンティティではないんだ。トマトと比べられた時にのみ成立するトマトありきのものでしかないんだ。ミニトマトはどこまで行ってもそれなんだ。ミニトマトは悲しいんだ。おじいちゃんの負けだ。そしてミニトマトの負けだ。もうこの戦いはおしまいだ。終わったんだ。どうした？え？さっき食べたのやっぱりミニトマトだった気がする。アキラ大きくなったな。